いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年式メルセデスベンツ C220D ステーションワゴンスポーツを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所、ボンネット、フロントガラス複数箇所に飛び石、右フロント以外のアルミホイル、右リア以外のドア位置に傷、右リアドア、右リアフェンダー、左リアドアに線傷がございます。走行距離に関しましては約3万2000キロ走ってるお車です。外装色はダイヤモンドホワイト、インテリアはブラックレザーが採用されております。扱いやすいサイズ感、快適な室内空間、高い実用性が魅力の C220D ステーションワゴンスポーツでございます。こちらのお車はディーゼルターボエンジンが搭載されており、高い燃費性能にも注目していただきたい1台となっております。ヘッドライトに関しましては LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 2.2 リッター直列4気筒のディーゼルターボエンジンが搭載されており、最高出力は170馬力でございます。また足元に関しましては純正18インチのアルミホイルが装備されております。続きましてリア紹介させていただきます。リアのテールライトに関しましても LED が採用されており、リア周りデザイン性に優れた1台です。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース十分な広さが確保された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席若干ではございますが使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールも用意されており、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては9速のオートマチックシフトが採用されております。こちらには走行モードも用意されております。フロント両席にはシートヒーターも装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても若干ではございますが使用感がございます。また広さに関しましては十分なスペースが確保された1台です。またこちらのお車に関しましてはソニックデザインスイートが装備されており、上品なサウンドをお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2016年式メルセデスベンツ C220D ステーションワゴンスポーツを紹介させていただきました。
こちらのお車は走行距離約3万2千キロ走ってるお車です。普段使いやレジャー仕様など幅広くお楽しみいただける C220D ステーションワゴンスポーツでございます。こちらのお車に関しましては170馬力を発揮するディーゼルターボエンジンが搭載されており、ディーゼルエンジン特有のトルクフルな走りをお楽しみいただけます。また純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、アダプティブクルーズコントロールなど快適装備が充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。